ありがとうございます。本日の配信はですね、まもなく終了となります。配信の切り替えが間に合えば、例のごとくうちのホームページ、ビッグアンのホームページの方でですね、続きの猪瀬ニュー VS、爆画番組の、BWB の方配信していこうかなと思います。そちらになるとコメント拾えないんでね、こちらの方で、ご挨拶だけさせていただきたいと思います。本日も、最後まで見てくれてありがとうございます。また来週もですね、早いんだよ押すのがよ。もうこっから入るじゃん、しょうがない。テストテスト、はい、こっからね。はい、じゃあ BWB の7戦目、さあ猪瀬ニュー VS バクガバングの試合。さあ大人気バクガさんをご指名したのはピノセニューですけれど、開幕あれには差し切れず、フィールド巻いて釘が刺さる、手だ BC 押し込んでいく、縦同士相手 3C 踏み込んで爆捨てしたところに 6D 刺さって、ここは逃げたところ、ジャンビー届かず、ジャンディが刺さってしまう。もう1回 6D2B 刺して、ここはバースト早めに切る、画面端をつけない、ドッグに刺してジャンディ、さあ中段が刺さって、中段が刺さって、天の雷、とりあえず OD でバラしていく、 D 釘刺さって、これは美味しくなる。体力的にはニュー不利な状況から近寄っていく、立ち絵、さあここはユリオリオミの立ち絵刺さって出してく、さあこれは無理です、 3C 刺さって、これはついてなかったかな、踏み込み切れるぜ。さあ1本取ったな、バング開幕、ジャンディシー突っ込んでいったの、竜川いい釘、さあここはうまく機能してくれる、止めてくれて追っかけていく、さあガードポイントばらまいて、ここはシュー失礼、立ち火が触って意表ついたところ裏回り取る、画面端付近のコボ立ちに刺さって1で帰る、とりあえず逃げる、 3C で逃げて、さあラインの掛け合い、さあここはリーク撃刺さったところしっかりつないでいく、この辺はうまいです、マジでジャンビーがマジで強い、さあジャンビーで落ちてきて、ここはバースト使う、耳刺さって画面端、これは美味しくいただいていく、体力が並びそうだった、コンボミスがあったんですが、ここは冷静にフォローしてる。さあバンク側もしっかり立て直しして、リーク撃刺して置き攻め継続、投げはバックして回避したところ、ここはガキを使って強ヒール、まあそして6ピン、ラピってうまいけど届かず、さあガキを使ったところしっかりと裏から刺していく、1勝目取ったな、バンヌ。はい、ってことで2本目ですかね。The Wheel of Fate is turning. Rebel One.さあ開幕、距離を離すニューに対して近づきたいバング、さあ いかにして近づくかが課題なんですが、中段立ってる、ユリオリ緩めているが立ちへ触って押し込んでいくのはバング、ずらしてリークに縦にして空対決仕掛けていったのにバングのジャイアンに巻き込まれたでござる、ロケ当たってカウンターするとつながる、さあここバースト使ってとりあえずバリアを張って裏回り逃げている、飛んできたところ 2D で迎撃、ここは早いにバースト切る、 3P カウンターから届かないと判断する、ユリオリはその後の展開重視だったんですが巻き込まれて一旦仕切り直される、これがニューの強み、果敢に攻めていったのニュー側、 6D 空振り、これはかくったかな、ちょっと怪しいところ
下が通ってレガシーカラミティ、さあゴンゴロしていく。さあ開幕エグギ、これは美味しいダメージだ。 PC カウンターしてタッチで届かず、 KWC 通って体力は4割切ったところで Q が攻めていく。さあ遠距離戦なのか、中間クリーニー、 KWC 通ってダンディ落としていく。画面端耳立ちでいいから3枚選択。さあオキテミ中止だったんですが、ここは前受けが通っちゃう。受け身狩りの 2D はしっかりガードして、さあガードする。さあピッテからの中段卓しっかり見ている。 6D 取ってこれはバーストガードできたんですが、 2D 使っちゃうと追撃できません。補正キラーのところ 2D が刺さってまだわかんない。かくらないラピッテ。さあなんかさっきも見たよこれ。さあってしっかり殺してくれ。一本取り返す。さあ立ち上がり中間がり、この人この人手が出ないんですよね。飛んできたら 2D が待ってました。さあワンコン先に決めたのニューガワ。さあ一発当てるまでが長い入線なんですけれど、体力半分切ってからでも捕まえればワンチャンあるのがバング。さあここバースト使って強引に行く。ドッグにつけて切るよりガードする。立ち、さあまとまりついていく。ここは逃がしたくない、必死にまとまりつくバング。 2B スタート。さあワンチャン出てドッグクイが出ない。テータビーシーディークギスタートなのでそこまで痛くない。ここはガキを使って逃げる。おそらく確定したと思う。ここはバーストして、さあドッグイ逆に立ってくれる。ユリオリに行ったところ空投げ、どうなる、足りるかこれ、足りそう、足りました。さあ1時さあバング側視点ではいかに捕まえるか、いかに釘を温存したままで捕まえるか、じゃあニューガーに至ってはうまくしのぎきれるかってところなんですけど、結構面白い組み合わせではあるんですけど、一方的になることが多いこの組み合わせ。さあ開幕 2B カウンター、この位置は届かない。画面端を押し付けて 6B ドッグにカウンター取って、ここは振り向いてくれない。おそらく出したのは D クギなんですけれど、空中設置がどう響いてくるか。低空ダッシュはさせずにしっかりいなしていく。 D クギさせて、さあ体力をじわじわ削っていく。さあバングのワンチャンスを与えるまま封殺したいな。ニュージャンプに対して 2D しっかり置いて、これでは殺しきれないんですが置き攻めが待ってる。とりあえずレガシージャンプ間に合って、 2C に対してバリア張り忘れ、これは痛い。1本取ったの猪瀬。さあ開幕ドックにつけて美味しい状況になりそう。立ち見スタート、これ惜しい。バースト使って、さあ相手にターンを与えない。投げはしっかり抜ける。追ってきたところを D でしっかりいなしていく。入れっぱは立ち入りとがめて、
さあ画面端中段を立ってる。しかしその後の下段が刺してしまって、ここはバースト裏回り読めてる。立ち絵最速として画面端押し込んでいく。ジャンジシーがめくりで当たって拾い直し、置き攻め中段刺さって立ちから立ちに大噴火。さあニューなら死にそうですね。さあしっかり一本取り返す。中段通って開幕ダメージを取ったらバンクが画面端を突っ込んでいきたい。立ち絵刺さってユリオリ通る。さあもう一回のユリオリは立ち絵刺してしっかりと押し置きしていく。画面端を突っ込んだのはユガワ。あの釘がちょっと邪魔しそうで怖い。ノック釘刺さってここは 2B で拾われたところ慌ててバーストしていく。 6D に刺さって拾い上げて、ここは繋がらないんで刺さる。ドッグギが刺さってリグギ抑え込む。サンシュアガードして、ガーキャンがマジ今日ダメだなあいつ。さあしっかりとコンボ完走する。1対2。正義の力。Please select your character. さあ今んとこ日の瀬の負けパターンがガーキャンにどうこうっていうのに、まあ、うまいこと噛み合っちゃってるんですよね。バンクがゆりゆり仕掛けるタイミングでガーキャンしちゃうと大惨事になるってやつなんですけれど。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action. さあ開幕ジャンビーカウンターから B つながっちゃう。ここは当てるバスト。前からの下段はしっかりガード。もう一丁三振割り張ってドッグギー2発から立ち絵スタート。上からかぶせていくジャン A カウンターから画面端総称で締めて置き攻め。立ち立ちに総称から置き攻めけとけ。ここはガキを使って2B バースト。さあこのまま流れを取りたい。さあで 6B がちらっと見えましたけど、さあこれを引いて右ニュー側が体力半分奪ったところで置き攻めが継続。とりあえず D コギ投げて抑え込む。さあファジー潰し 3C で勝っていく。1本取ったなバング。さあ開幕タチリー。さあタチリーは中段取れませんね。クレセント刺さって美味しく一発いただいたのはニューガワ。前年通して6人表たくガードして、さあ下段の後の中段が見えなくていつものニューの光景になってますけれど、三振ガードしてピンクギー投げていく。刺さって立ち絵刺してようやく到着。ニューの懐へ入りたかったでござる。プレゼン刺して体力が1割切ってここは割り込もうとしたところは刺さってしまう。11開幕 A 釘投げてバックステ封じにしたんですがここは動かず、ちょっと動いたところにニューの D が刺さる。肖像を取ったらニュー側三振。さあここは冷静に空中はいなしていく。中段刺さってオーディスープラ。さあてニューの体力が緑の状態で下段刺さってラピキャンから足りなそう。足りないけどこれはもう絶望的に厳しい。さあ 2D と D 釘の相打ち。さあ勝ったのに2対2。さて今のところ一進一退ですかね。
本当にこの組み合わせは一方的になりやすい。何事も起こらずにニューが封殺するか、バングにまとわりつかれてニュー側が何もできずに死ぬか。さあ5試合目になります。現状2対2。開幕はジャンビー刺さって、ここはジャンディに合わせてバスト。さあ前から流れを散らされるとバングが DK と振りにくくなるんですよね。フェイタル取られちゃうんで、走り込んで2進退して、ここはバースト使って逃げる。リーグに刺さってコンボにはいけませんが、これで3本はちょっと痛い。ジャンピー置きからスープラ落と、あ、失礼、ごめんなさい、クレセントですね、落としていく。3進刺さって6人カウンター、さあここでワンコンテ3枚取って画面端、2人追っていく。さあここは2人が裏回られちまって、置き攻め継続、集中タック。さあここは見えませんでした。そのまま封殺、1本取ったのに。走り込んでジャンプは急投げ、画面端追い込んで大きい攻め、ほんとこのからの BK とか強い。さあここ逃げ切ってず、当店は EB で駆られて毒釘パーツ、これは美味しい。画面端 D 釘抑え込んでタッチ見えず、さあ当て、タッチ 6D から大噴火。さあこれは1本取り返すでしょう。さあ1-1の状況から開幕でタッチさせたらバング慌ててバーストして2D。 さあここはジャン天井と噛み合って裏から刺したな、ニューガー前提に D 合わせて、この距離で手が出せないのは本当にもどかしい。 D 組に縦にしてバックして DB は届かず、 A 組に刺して6状態、6D がちらっと見えましたがここは取れず、バースト使ってドッグギ刺してジャンビーが当たるが、ここはドッグギの硬直で刺せず。さあ D グギまとわりついてなんとかしたかったんですが、ここは脱出、 2B 刺さってまとわりついていく、ゲーダントグ 2A が通って画面端総長立ちの試合、ここはたしゃがみくらいに立ち D 大変化出して、ここは取るでしょう。第3正義のヒーロー、はて爆破さんの釘の使い方が超うまいんだよな、マジで。本当に入選やると釘の本数が足りなく感じるんだよな。抑え込むための D 釘をどのタイミングで使うか、その辺がちょっとバング視点でかなり分かれ目なんだよな。3本使えば絶対抑え込めるっていう保証はあるんだけど、それを 2D とかで相打ち取られちゃうと、せっかく使った3本がなくなる。もちろんコンボにも釘を使いたい、マークを集めたいっていうあれがあるので、その配分でどう考えるか。さあジャンディー刺して、転移からのタク、ここは投げ使っていく、リジェクト誘ってファーストタッチをニューガワ強気に攻めて、ジャンシーまとりついていく、タッチシーンから上逃げはさせませんよと、この距離で封殺していく、ドッキリバグステの硬直に刺さってちょっとずつちょっとずつダメージ取っていく、ここは投げで毒を消す、タッチシーンからここはバースト使って強ヒル、さあってゆりよりが見えましたけど、前進んできたニューに駆られて手だ通して、さあここはマーク回収コンジャーしてバーストを使っていく、
さあ、ジリー踏んづけて。さあ、レガシー。6D、耐えて、転移。ここは確定なし。優しいレガシー。しかし、状況は一転せず、中段、ラピ中段が見えなくて。スープラまでしっかり、さあ、1本取る。開幕立ち見え、さあこれはかなり痛い。6人開幕で4枚回収されて画面端。さあ頑張って出したスープラが立ちでフェイタル取られて、このまま流れに身を任せて逃げ切れそうか。西山で投げられると、さあ立ち絵がなんか出たんだろうな。さあ一気に封殺、11の状況。テータビー、ジャンエン、クータグしっかり確認してる。総長だ、画面端に飛ばして、ここは 2D 誘って下がる。ユリオリ通って立ち刺さって、ここはバースト使う。投げは抜けて立ち D 刺さって、一旦仕切り直し。さあ 6D を強気に負け始めたバンクに対して Q がどういなしてくるか。ユリオリはいなしたんですが、ジャンディングを作る。毒刺してジャンシーカウンター、その後が次に行きず裏回り。さあ見えている、しかし中段が見えず。中段刺さって体力逆転、さあどう出る。とりあえず大噴火、今日ヒール。ディークに刺さって画面端を押してんのはバング。さあどうなるか。サンシーラブに出してはここで画面を焦る。ニューが完全に消えてる状態で OD が発動されて目の前、お前スープラ見えたぞ今。さあ立ち位置触って、ここはバング勝っていく。さあリーチをかけたのはバグバング。Please select your character. New 13. さあ現在7試合目、2対4の状況、リーチをかけてのバング。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action.さあゆりゆりゆりチューチュータク。さあ開幕おいしくいただいたのはバングが空対空ジャンエン刺さって画面端をつけていく投げ。さあ難しいことやらして失敗するのはバカさんですね。さあ前回も大いに失敗してくれましたけど、さあ流れを引き寄せるためにはこういうことしたいのは分かるんですけどね。毒に刺さってゆりゆり刺さる、カウンター毒状態。さあダブルアップは失敗する。ゆりゆりがガンガン見えますけれど、しっかりなしていく。立ち身刺さって三振、 OD 吐いてほいほい。あーミスって、あーやりたいだけ。さあこのやりたいだけがどう響いていくか。あーさあサメクレはしっかり見えてましたと。さあこれはディークギを刺してリーチをかけたのはバング。さあ現在ノリノリのバグがバングをどう抑え込むか。ドックギ刺してディークイ抑え込む、タッシー西井総称だ。ドックイ刺してリジェクト刺さってニューの体力が溶ける。タチミ刺してユリオリ、ドックイがディークイが超起動してた。逃げてさあ追いつけるか、ニューが踏み込んだところタチが置いてある。ここバースト使う。さあ固め継続、とりあえず地盤を固めて裏回り、投げは届かず中段が当たって三振スパイクからワンコンボ。しかしバングの体力はまだ半分以上ある。さあ補正切りのためくれは後ろに逃げる。さあドックに刺さってじわじわ削られる。立ち絵から中段爆発して多分ドットしか
うわーラストが締まらねえ。さあ暴発しっかりガードされてしっかり立ち見刺しましたと。さあバックガバングの勝利ですね、おめでとうございます。